こそ天上の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。そうだ、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。すべての理解は言語から始まるんだ。まず君に名前を与えよう。名前、名前、君にふさわしい名前。ルケニはどうだ？うん、君はルケニだ。これは資格の名前だ。君にふさわしいだろう。これが君の役割だと僕は思ってる。計画が完成した時、僕は死ぬ。君が僕を監視するなら、最後まで監視をしなければならない。面白いではないか。天上の人が僕にどんな死を用意してくれているのか、楽しみだよ。焦る必要はない、ルケニ。もう少ししたら君にもわかるよ。ああ、誰だろうか。私が呼びかけたら、天上の人のどなたが聞いてくれるのだろう。もしも天の使いが突如降臨し、私を抱きしめてくれるのなら、私も必ずその強い存在のもとに行くのだろう。詩は言語を覚えるのに最高の手段だと僕は思う。簡単だろう？含まれた意味を理解する必要はなく、感情を深く考える必要もない。ただ耳を傾けるだけでいい。言語は水の流れのようで、その本質は自然であり、純粋な音律だ。つまり、文明というものは、自然を使って不自然を作り、純粋を使って不純物を発明することなんだ。ご覧、これが人類だ。矛盾がありながら、調和が取れた存在さ。だからこそ君に教えるんだ。僕はそういう声が嫌いだ。僕が君たちの言語を使わない理由を考えたことあるかい？それは、僕は君たちではない。君たちも人類ではないからだ。やっと今少しばかりの猶予ができた。わずかだが休むことができる。しかし、休息は僕にとって何の意味があるのだろうか。僕は無駄にしたくない。たとえそれが一秒だとしても。生まれてからこの方、これほど充実感に満たされたことがなかったからだ。僕が今感じる幸せは、束縛をすべて捨て、我をも忘れるほどの幸せだ。君も僕も、この宇宙にいるすべての存在は、生まれながらにして使命を与えられている。いや、違うよ。この世に同じ木の葉が二枚として存在しないように、同じ奇跡も存在しない。君には君の使命があって、僕にも僕の使命がある。そして幸せというのは、その使命を理解すること。僕はそれを果たす方法を知っている。僕はもうすぐそれを叶えられるんだ。どうして僕の話を聞くことができるのは君だけなのだろうか。ルケニ、ルケニよ。
君は賢い。まだそれほど時が経っていないというのに、君はもう僕の感情を理解し、正しい反応を示すことができている。素晴らしいよ。これ以上独り言を喋っていては、僕も僕のことを異常者だと疑ってしまうほどだからね。しかしそれは、僕が君に話せることが少なくなることを意味する。そう見つめないでおくれ。そうだ。僕は君を警戒している。だけど、さっきの言葉には計算も裏もないんだ。僕を信じておくれ。計画が完成するまで、僕は君たちの忠実なしもべだよ。ご覧、このセントフォンテーヌは、このための犯罪なんだ。ルケニーよ、僕も君と同じ気持ちだ。僕たちは道の完成、扉の完成を期待している。星と海の間の道を切り開き、天上の人をこの世に降臨させる。これは僕の願いだ。僕以外この世界で誰もそれを実現させることはできない。たとえ彼でも。そう。たとえ彼でもできない。僕だけができるんだ。ルケには怒っていた。人類が僕の都市に紛れ込み、ルケニの部下が殺されたと言っている。僕が何も知らないと言ったら、ルケニはさらに激高し、僕を殺すと脅してきた。それはありえないよ。ルケニは天上の人の中でも少し高く飛べるだけの存在だから。それで、来るのは君かい？それとも天命の子供たち？君であってほしい。僕は君であってほしいよ。僕がこの手で招待状を送ったのだから、僕の行為を無視しないでおくれよ。君に話したい計画が、すごい計画があるんだ。僕たちが手を組めば、計画は完璧になるだろう。君がこの言葉を聞いているのなら、僕の正体を突き止めるといった無駄な行為はやめた方がいい。君は僕を知らないが、僕は君を知っている。僕は君を尊敬している。すべての人の中で、君だけが僕と同じ志を持っている。崩壊のない世界だ。考えてごらん。君は何のために今まで戦ってきたか。君は、僕を拒めるかい？振るといい、ベルト。僕は天井で君を待っている。